非常にね、やっぱりね、悪いことっていうのは重なるんです、皆さん。悪いことっていうのはね、重なるんです。彼女に振られました。彼女振られました。彼女に振られました。もうさあ、もうやめて、もうやめてくれよ、神よ。神。神。神よ、聞け。もうやめてくれ。神。俺ぶっちゃけるわ、もう。ちげんだよ、もうさ、仕事絡みなんだよね。要は。仕事絡みなんだよ。じゃ、相手のさ、ほんとだよな、3年の月はそんな軽いもんなのかと思ったよ、俺もう。違うんだよな。相手の仕事がさ、ぶっちゃけるとさ、うちの彼女モデルさんやってんだよ。あ、元、ごめんなさい、元彼女だ。なんか彼氏ずらしてすいませんでした。彼氏ずらしてすいませんでした。そんでさ、不規則なんだよ、時間が。時間が不規則なんだよ。ちょ、時間が不規則じゃん。そうなんだよ、ゴリラ、美人なゴリラなんだよ。彼女から届いた最後のメールを今、ここで、皆さん読み、まあ、簡単にね、簡単に読み上げて、自分への追悼とします。自分への追悼とします。いつも正しい道を教えてくれてありがとう。助けてくれてありがとう。悲しませてばかりでごめんなさい。力になってあげられなくてごめんなさい。文句ばっかり言ってごめんなさい。さようなら。相撲部屋へようこそ。違うんだよな。ちょっと落ち着こうぜ。まだ、ちょ、やばい。しかも、さ、もう学生だったらさ、もうこの何、この、昇進の流れでさ、いやもう学校休もうとかできない。明日仕事に行くっていうのが辛い、俺は。6ポケも振りかかってさ、仕事も今から6連勤。7連勤じゃ、むしろ。6ポケも振りかかり、彼女にも振られ。登るしかねえな。満身創痍にも程があるわ。配信しかできなかった、むしろ。むせび泣くこともできなかった、俺は。嘘だろつ。またまたってメール返そうとしちゃって、俺。またまたつって。冗談がうまいね。さすがうんこちゃんの元彼女。むせび泣くこともできませんでした。もうさあ、もう勘弁してくれよ、ほんとに。勘弁してくれよ、ほんとに。まあ未練はあるわな。結婚しようと思ってたからな。来年結婚しようと思ってたのに、俺金貯めてたのに。結納金貯めてたのに。結納金貯めてたのに。信じられん。信じられんな。戻ろうと思わないのか。じゃあはっきり言ってもね。
はっきり言ってデータ消えたショックは完全に消し飛んだ。完全にデータが消えたっていうショックは消し飛びました。データが消えたショックは完全に消し飛んだ。まあ、ある種プラスに働いたね、そっちは。そっちの面では完全にプラスに働いたわ。結納金やらいろいろ貯めてたのにな、俺。他の男が給料3ヶ月分なら俺は6ヶ月分じゃ。婚約指輪6ヶ月分じゃって貯めてたのに。ああ。もうさあ。もう今日で終わりにしよう。もうこの流れは。この、悪しき流れは、今日で終わりにするわ。彼女はバックアップ取ってなかったんだよな。セーブデータはバックアップ取ってあったんだけどさ、彼女バックアップ取ってなかったんだよな。もういいよ、そういうの言わせんの、マジで。もうやめべえ、そういうのやめべえ、もう。そういうのやめねえか、もう。真剣に話しようぜ。10代喋りを見てにさ、なんかおめえらも言え、慰めろ、ハゲが。違う、自分の親に、俺、ぶっちゃけさ、本当に家族旅行、ぶっちゃけさ、今度行くさ、なんつうの、俺さ、彼女と俺の両親と、姉ちゃんの彼氏の6人でさ、バリ旅行を計画してたんだよ、9月に。それはもう、姉ちゃんが結婚するんだよ。ねえ、超うぜえねえ、そう、姉ちゃん、このタイミングで姉ちゃん結婚するんだよ。このタイミングで、俺、人の何、俺がさ、なんつ、こんだけさ、悲しんでるのにさ、人の何、結婚を祝うんだよ、俺は。お金を出して。しかも、身内だから10万ぐらい積むんだよ、俺は。それでさ、なんつうの、俺はさ、それで俺は何、この彼女に振られましたっつってさ、なんつうの、しゃ俺の婚前旅行だよ、もうぶっちゃけ、その旅行から帰ってきたら俺はもうプロポーズしようと思ってたんだよ、マジで。でもなんつうの、この挙式の流れを作ろうと思ってたんだよ。その旅行の夜にさ、ロマンチックな高級ホテルでさ、給料6ヶ月分のさ、指輪を渡してさ、金属アレルギーだから本物のあれだぜ、つって、渡そうと思ってたのにさ、信じられません。全部捨てます。部屋を燃やしません。ほんとだよ、俺さ、モンハンで彼女と200時間さ、なんつーの和気あいあいとやったデータ、もう消します。モンハンしません、二度と。卒業します、モンハンは。できません。モンスターハンターできません。消します。もう彼女連絡できんの？一応もうしません。しません。このネタ動画に引きずりそうで嫌だわ。引きずりそうだったから今ここで配信してんじゃねえかよ。動画には絶対持ち込まねえと思ってさ。もうさ、だってさ、言うじゃん、お前ら言わねえとさ、今日彼女は何時とか言うだろ、絶対言わねえと俺が。ほんとだよ、マジで。絶対言うだろ。スタヤにも行けねえな。絶対言うだろう。今日ぶつ切りって。俺嘘つくんでしょ、そこで。ん？今日はちょっと彼女、友達ん家に泊まってるよって。最近彼女いなくないって。おう、って。なんか最近夜の仕事が忙しいみたいでさって。俺嘘つくんだろ？できるか、そんなこと。その都度涙目になりながら。できません、そんなことは。今日でもう綺麗さっぱり。いや、これからも言うよ。言うんじゃねえよ、お前。なんで言うんだよ、お前。言うんじゃねえ。金輪際。なんでお前引きずろうとしてんだ、お前が。くそー。つうか俺どうすんの、こんな比例部屋に一人で住むの俺。何これ、いつも以上に今日は部屋が広く感じます。なぜだかわかりません。引っ越せっつってもさ、更新したばっかだぞ。更新したばっかだぞ。今月更新したんだぞ、俺。2年間はこの部屋に一人で住むのか。辛すぎねえか、この思い出の部屋に2年間も住むのか、俺。無理だろ。
無理です。無理です。無理です。来年引っ越します、もう。捨てます、こんな部屋。これ録音して毎朝電車で聞いていい？いいです。許します。それは許します。そう。悔しい。来月プロポーズ。すまん。すまんが俺は飯馬を期待してるぞ。はっきり言って。はっきり言って、全員、お前らが全員彼女に振られることを祈ってる俺は今。呪いをかけます。完全に振られろ、お前ら全員。全員が全員振られろ。マジで。全員が全員振られろ。ひどい振られ方をしろ。臭いんじゃ足がっつって振られろ。血が臭いんじゃお前はっつって振られろ。頼むぞ。頼む。頼みます。既婚者、既婚者を許す。既婚者のみ許す。俺は。おかしくないか。じゃ、俺の友達でね、2位と1年半やってる人がいいんだよ。それ彼女に振られてねえんだぞ。俺、何？汗水垂らしてさ、おかしくないのか、そんな世の中は。日本、大日本帝国、どうした？おかしくないか、それは。性格だろ。ぐーの音も出ません。ぐーの音も出ません。あー。ちょっとさ、まあ、そうだな。あれなんだよな。ちょっと天狗になりすぎたな。ちょっとさ、もう変な、ちょぶっちゃけていいか。変な話さ、その天狗になりすぎたわ。ぶっちゃけ、金もさ、なんつうの、頑張ってんだよ俺さ。もう本当にさ、なんつうの、変な話さ、そんな大金持ちじゃねえけどさ、なんつうの、奥さん一人養える分ぐらいのなんと稼ぎをなんとか頑張ってしてるわけだよ。だ変にさ、でもさ、結婚してるわけでもねえのにさ、ね、天狗になりすぎたな、それはな。本当だよな。なんか甘やかしすぎたっていうのはちょっとまた偉そうだけどさ、ちょっと天狗になりすぎたな。そうなんだよね、そう稼いでやってるみたいになっちゃったんだよな。それは、でもそれはさ、結婚してるんだったらいいけどさ、そう彼女にしてみりゃさ、めんどくさいわな、今思えば。そうなんだ、俺もだから、じゃあ俺、昔の人だからさ、考え方が。昔の考え方だからさ、もう養ってやるから、お前なんとか家のことやってくれよ、みたいなさ。もう、なんつうの、金のことは俺がなんとかするっていうさ、そういう精神だったからさ、ちょダメだったんだろうな。ちょっと完白すぎたな、マジで。今日彼女遅いの。今日彼女遅いな。まあでもそのうち帰ってくんだろう。ぶつ切りしまーす。そうしたら。